皆さんこんにちは。今日は特定技能外食業の試験をしてみましょう。試験問題を読んで、質問の選択の中から答えを一つ選んで、列紙のマークシートに答えとなる番号のところを塗りつぶしなさい。問題23。フランス料理の高級店においてナイフとフォークのセッティングを行います。ナイフとフォークの置き方について正しいものを一つ選びなさい。1。お客様から見て右側にフォークとナイフを一緒に置きます。2。お客様から見て右側にフォーク、左側にナイフを置きます。3。お客様から見て右側にナイフ、左側にフォークを置きます。では答えるはどれですか？考えてください。ではこちらは問題を終わります。皆さん次の問題を見てください。